二川上陸作戦。インチョン上陸作戦は、朝鮮戦争中の1950年9月15日に、国連軍が、大韓民国、韓国のソウル西方、約2 0 k m 付近のインチョンへ上陸し、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮よりソウルを奪還した一連の作戦、戦闘である。作戦コードネームは、クロマイト作戦、オペレーションクローミット。 ダグラス・マッカーサー個人により発案された、陶器性の高い大規模な作戦を、マッカーサー個人の信念によって、実行に移し、戦況を一変させた。1950年6月25日の朝鮮、戦争勃発以来、朝鮮人民軍、北朝鮮軍は、南進を続け、韓国軍、アメリカ軍は、後退を余儀なくされていた。7月31日に、 アメリカ第八軍は防御正面を縮小するために西南部戦線の放棄を決定、朝鮮半島東南端の風山、富山周辺のいわゆる富山共闘補、落刀港防衛戦線に追い詰められていた。マッカーサーが立案したクロマイト作戦はソウル近郊の二川に奇襲上陸することで北朝鮮軍の補給路を断ち、これに連携して富山を守っている第8軍を進撃させ、 南北より北朝鮮軍部隊を攻撃する戦であった。この上陸作戦は9月15日に実施され、国連軍は二川を確保し、続いてソウルを北朝鮮軍から奪回することに成功した。朝鮮半島南部への大攻勢で疲弊していた北朝鮮軍は補給路を断たれ、9月23日には全部隊に北伊38度線以北への交代を命令した。 戦場離脱に失敗した北朝鮮軍は、部隊行動に著しい混乱が起こり、それまで主勢であった国連軍が攻勢に転じることになった。そのため朝鮮戦争前期における重大な転換点の一つであると考えられる。マッカーサーは、6月29日に、観光南岸の最前線を視察した、蒸気綿暗号により、羽田空港から飛び立ったマッカーサーは、 ソウル南部の水原、スーン飛行場に着陸し、ソウル近郊まで移動した際に、二川上陸作戦の構想を自得した。マッカーサーは、太平洋戦争において11回の水陸両用作戦を指揮していたことから、アメリカ軍の保持する優位な海空軍力による、正海、正空圏下で北朝鮮軍の背後に迂か補給船を遮断し南北から攻撃して一挙に、 構成転移するという作戦方針が良いと考えた。6月30日、トルーマン大統領は、アメリカ地上軍の投入を発表。北朝鮮軍の南下を阻止するために、九州に駐屯していた第24府表紙団、ディーン少将が宣言された。7月4日、マッカーザーの作戦方針に基づいて、アメリカ極東軍参謀長、エドワード・アーモンド少将たちが計画した。 ブルーハート計画の準備命令が関東地方に駐屯していた第一騎兵士団に対し、加達された。この作戦は7月22日頃に、ニガー上陸を実行する予定で、第一騎兵士団は7月6日に横浜で乗船を開始した。アメリカ軍は北朝鮮軍をアメリカ軍の姿を見れば逃げ散る東洋の土ヒ程度に予想していた。しかし、ソ連。 中京軍帰りの将校に指揮され、ソ連製の T-34 戦車を仕立ててくる、北朝鮮軍に大使会な対戦車兵器を持たない、第24不評師団は大損害を受け、関西地方に駐屯していた第25不評師団、金少将もずを発したが、北朝鮮軍を押しとどめることはできなかった。戦況の悪化から、7月10日、マッカーサーは、ブルーハート計画を断念。 第一騎兵士団は、第八軍の増援として、釜山北方のポハンに向かい、7月18日に、朝鮮半島に上陸して、防御戦闘に加わった。マッカーサーは、ブルーハート計画を廃止した後も、陸海空軍から集めた上陸作戦の専門家で、統合戦略計画作戦班を編成して、作戦立案を続行させ、7月23日に、 クロマイト計画として発案され、これは北朝鮮軍を阻止している第8軍と連携して9月中旬に第1海兵旅団、第5海兵連隊機関と第2不評師団を朝鮮半島の3カ所いずれかに上陸させる計画であった。3案はそれぞれインチョンへの上陸を 100B 計画、二川の南方150キロメートルの軍産、 軍山への上陸を 100C 計画、朝鮮半島東岸の中文神、樹文神への上陸を 100D 計画とされた。ところが8月5日から開始された北朝鮮軍の大攻勢、8月攻勢によって、第8軍は戦力不足が深刻化し、上陸作戦予定兵力の第1海兵旅団と第2不評師団を第8軍の増援のために、富山に派遣することに行った。 しかし、上陸作戦の延期を行うことはそれ以上、できなかった。などの軍事的必要から二川上陸作戦は、決心された。8月12日、マッカーサーは、クロマイト 100B 計画、すなわち二川上陸作戦計画の発動を加齢した。上陸予定日は1ヶ月後の9月15日であり、上陸部隊は、アメリカ本土で編成中の第一海兵師団を呼び費、 中流の第七不評師団、さらに韓国軍の一部とされ、攻撃目標は、二川、ソウル地区と明示された。八月十五日には、クロマイト計画の立案に携わった統合戦略計画作戦班の要因により、第十軍団司令部編成され、八月二十六日に、正式に軍団長アーモンド少将の指揮権の発動が加齢された。これは、アーモンド少将が、 アメリカ極東軍建国連軍参謀長の職を兼ねたまま第10軍団を指揮する異例の人事であ。アメリカ海兵隊は急速な動員を求められた。アメリカ東海岸の第2海兵士団や欧州などから集めた正規兵を第1海兵士団に転属し、予備役1万名以上が招集された。1ヶ月に満たない期間で部隊の編成が行われ、それでも足らずに、 地中海にいた部隊からも転用され、第七海兵連隊第三大隊となる海兵大隊は8月16日にクレタ島を出版し9月9日に富山に到着する予定だった。第七不評師団は多数の人員を朝鮮半島の前線部隊に引き抜かれたことで9000人の定員不足があったが富山で重保された韓国人によるに 我が韓国軍兵士8000人が横浜に上陸し、アメリカ軍に編入することで寄せ集めながらも、人数を揃え、訓練を行った。ワシントンの軍首脳は、マッカーサーの北朝鮮軍の後輩地への上陸作戦自体は、支援していたものの、その場所を二川に考えていることが判明するとが前、難色を示し、ブラッドレー東方参謀本部議長、シャーマン海軍作戦部長、 コリンズ陸軍参謀総長らがそれぞれに強く反対した。マッカーサーは北朝鮮軍は二川に上陸してくる者はいないと考えており、防御は薄いと判断していたが、北朝鮮軍が実際にそう考えているかは分からず、待ち伏せされれば例を見ないほどの失敗となり、マッカーサーの名声に傷がつくだけでは済まなかった。 マッカーサー本人は反対される理由を軍首脳が第二次世界大戦系の上陸作戦が時代遅れだ考えたからと思っていた。このマッカーサーの霊感に頼った賭博性の高い作戦を是任できなかったブラッドレー議長はマッカーサーに上陸地点の変更をさせるためにシャーマン海軍作戦部長とコリンズ陸軍参謀総長 空軍のエドワード中将を東京に派遣した。8月23日午後5時30分、各軍の高級車が集められた階段が国連軍司令部の置かれた東京の第一生命ビル6階で開かれ、マッカーサーに新川への上陸が困難である理由が示された。新川港は看板の差が平均6.9メートルと非常に大きく最大で10メートルにもなり、干潮時には 港の周辺はおおよそ3 2トルの干潟となってしまう。特にこの干満さの大きさは海軍が反対する大きな理由であった。幅2トル弱、長さ9 0トルの水道以外に接近するルートがなかった上、水道を嫌いで封鎖される可能性があった。さらに作戦実行は大州で潮位が最も上がる9月15日。 それも朝晩2回の満潮時刻の2時間に揚陸を行うことが絶対で、10月以降は、限界など、後海の季節風の影響から延期が困難だった。また、作戦意図が北朝鮮に察知された場合、これらの自然条件から作戦実行日だけでなく実行時間まで特定しやすかった。新川港の入り口には、堅固に防衛された月日島、ボルミドがあり、 上陸作戦の前にこの島を占拠しなければならなかったが、事前の制圧射撃が必要となるため奇襲が望めなかった。上陸用舟艇の接岸に適した砂浜もなく、兵士たちは高さ5メートルの岸壁をよじ登らなければならなかった。また、上陸地点の一部は、似川市街のビル街の正面の岸壁で、市街地直前に直接上陸しなければならず。 建築物が大きな障害になりかねなかった。コリンズ陸軍参謀総長らは、新川上陸作戦に反対するとともに、軍山への上陸作戦を代案として示した。軍山は、富山共闘補により近く、地形的、解消的な問題点もなかった。シャーマン海軍作戦部長はこれに、直ちに同意し、列席者の発言は終わった。 マッカーサーはこれらの反対意見はそれまでにも繰り返し、指摘、説明されていた。今回の説明にも質問をほとんどすることないまま、聞き終えると、フレンチ・インディアン戦争のケベックの戦い、城壁で囲まれたケベックを防御していたフランス軍に、対し、攻撃側のイギリス軍が、地形障害の克服と奇襲効果により勝利を収め、戦争終結に導いた孤児を引き合いに、 作戦の必要を解く45分間の大演説を行った。マッカーサーの演説を要約すればという内容であった。陸海軍首脳はマッカーサーを説得できないまま帰国し、マッカーサーへは8月29日に統合参謀本部から新川への上陸に同意しつつも、軍産上陸作戦を期待する命令が届いた。それでもマッカーサーの決断は変わらず、 8月30日に国連軍司令官として陸海軍首脳の説得を振り切る形で加齢した。ところが直後の8月31日深夜から北朝鮮軍の9月攻勢が開始されると第8軍は各所で戦線を侵食され予備兵力のすべてを投入する事態になった。東京、ワシントンでは悲観論が広がり落東工防漁戦を放棄し、 ダビットン戦への交代も議論された。ウォーカー中将は、新川上陸作戦で、第一陣を務めることが決まっていた第5、海兵連隊を霊山戦線に投入し、これに反発した海兵隊とトラブルが生じた。ワシントンの不残防衛への見通しの有慮は深く、ブラッドレイ統合参謀本部議長は9月5日、マッカーサーに計画の本意を求めるメッセージを送ったが、 9月6日、マッカーサーは計画変更が不要である旨を返信した。ブラッドレイはその後も作戦変更を求めたが、マッカーサーの意思を変えることはできず、9月9日、日本時間、作戦は承認された。作戦実施にあたり、日本本土の神戸や横浜などで補給品の集積や LST などの偽装変更。 上陸部隊の集結と乗船が大規模に行われたが、これらの港湾作業をスパイに隠し通すことは不可能であった。そのため、上陸時期や兵力は北朝鮮側に知られるものとして行動しなければならず、上陸地点の取得が重要であった。しかし、日本では上陸作戦の2週間ほど前から軍事的関心を持つ人の間で、国連軍による二川上陸は知れ渡っていた。 作戦に参加するために落東港と出部から引き上げたアメリカ第5海兵連隊は釜山で上陸準備を行った。この際、隊員には軍山上陸作戦と告げられ、隊内には軍山の地図や模型が置かれた。スパイを想定し、これらは基地に出入りする韓国人から見えるところに故意に置かれた。隊員たちに似川上陸が教えられたのは輸送艦が 会場に出た9月14日午後だった。輸送船が不足していたアメリカが日本政府に要請して輸送することになった。日本の民間船には何も知らされないまま戦闘に参加することになった。半数の船が神戸からだった。報道機関に対しては国連軍の反撃上陸が10月半ばに行われる可能性が告げられた。アメリカ大号空軍は 二川周辺を爆撃するともに、9月5日から9月13日にかけて、軍山周辺 50km の交通網に対し、二川周辺に行ったのと、同規模の爆撃を行った。軍山には、アメリカ軍、イギリス軍による上陸作戦を布告するビラが散布され、9月12日に、イギリス艦隊の支援のもとで、アメリカ・イギリスのコマンド部隊が、威力偵察のための強襲上陸を行った。 9月13日、戦艦ミズーリと数隻の駆逐艦は、朝鮮半島東海岸の北朝鮮軍の洋昇山直、サム直周辺の砲台や海岸陣地に対し、上陸準備を疑問する艦砲射撃を行った。また、イギリス空母トライアンフと重巡洋艦ヘレナが、平壌の外交の陳南浦一帯に、艦砲射撃と爆撃を行った。マッカーサーが、AGC、 揚陸指機関のに乗船するために、東京を出発する情報も取得された。側近の GHQ 民政局局長、ホイットニー少将らを伴った、マッカーサー一行は、専用機、スキャップで東京から、板タ基地に移動し、陸路、佐世保基地に向かったが、板タ基地、佐世保基地ともに、減水一行の来訪を知らされていなかった。9月11日午後、 上陸作戦を指揮するアメリカ海軍、ドイル提督と、第10軍団長アーモンド少将、第1海兵士団長、スミス少将らを乗せ、神戸から出港したマウント・マッキンリーは9月12日の深夜、佐世保に寄港し、マッカーサー等を乗船させると、直ちに出港した。東京会談のあった8月23日、極東海軍司令長官は、新川上陸の実行部隊、 第7統合任務部隊、ジョイントタスクフォースセブン、JTF-7 を編成した。第7統合任務部隊はアメリカ第7艦隊、機関、ロチェスターを機関に、空母4隻、トライアンフ、フィリピンシー、バリーフォージ、ボクサー、護衛空母2隻、バドエンストレート、シシリオイオシ、韓国、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、 オランダなどの艦艇264隻で構成された。韓国からは、小海艇4隻、総海艇7隻が参加した。アメリカ第7艦隊指揮官、アーサー・ディ・ストラブル中将は、朝鮮半島水域から佐世保に帰還した8月25日、新川上陸作戦実施の命令を受けた。ストラブルは、第二次世界大戦中、ノルマンディ、ーレーテ、オルモック、 コレヒドールなど22回の上陸作戦に参加した経験を持ち、レーテ島の戦い以降は、マッカーサーと共同で作戦したことから、カーサーはストラブルのことを信頼していた。ストラブルは予定日まで20日間という短い期間で上陸作戦を策定した。ストラブルは各軍艦の調整を行い、9月3日、上陸作戦の統合一般計画。 JTF-7 作戦計画9から50基本計画 JTF-7 オペレーショナルプラン9から50を達した。8月末、富山、横浜、神戸、佐世保に多数の APA、攻撃輸送艦 AKA、攻撃貨物輸送艦 LST、戦車用陸艦 LSD、ドック型用陸艦が集められた。第一海兵師団主力は、 神戸第七不評師団は横浜第十軍団司令部は佐世保にそれぞれ集結した。上陸部隊の乗船は1週間ほどかかり9月10日頃から順次出発した。上陸作戦開始前に韓国軍、アメリカ軍ともに新川地区の当初に情報部隊を送り込み情報収集を行った。新川上陸作戦を期待していた。 李昌番ら大韓民国の首脳は、諜報部隊を送り込むことを決め、新川の南南西約2 2トルのに、韓国海軍本部情報局長南佐少佐が派遣された。士官、歌士官、兵頭17名で構成された、諜報部隊は、アメリカ軍が作戦実施しやすいように、有利な形の情報を報告するように求められた。8月23日、 一行は、霊協島に到着すると、地元住民で、義勇隊を組織して、体制を整えるとともに、民間人に偽装して、海路、ニガ川に自由に出入りし、北朝鮮軍の兵力、機雷の配置状況、岸壁の高さなどを調査した。マッカーサー等は、韓国軍が差配して送ってくる、有利な情報に喚起したが、この情報を、白人種の目で再確認する。 必要性を感じ、自軍からも要因を送り込むことになった。先行要因のアメリカ海軍と通信兵、通訳の韓国人二人、計四名の一行は、8月31日、イギリス海軍の駆逐艦で佐世保を出発すると、沖合で韓国海軍の砲艦に乗り換え、9月1日に霊協島に上陸。島民の協力のもと、昼は身を潜め、夜になると、 二川港周辺の偵察、敵の防御を確認した。クラーク隊は二川港前面に位置する月日島にも島民を送り込み火砲の配備状況なお精密に調査した。これらの情報活動により収集された情報、過去二川で勤務したアメリカ軍関係者への聴取、航空写真の分析などにより高い岩壁がある二川市北西部、レッドビーチの岸の高さが確認され、 上陸用集艇から直接岸壁を登るためのアルミ製のはしごが大阪市淀川区の日本アルミに発注された。クラーク大員は9月15日午前0時には、新川湖へ侵入する水路を示す八尾島、ルミド東大に潜入し、これを点灯して上陸艦隊の第一陣を誘導した。この功績により、クラーク大員には海軍十字章が与えられた。代章として、 北朝鮮兵士により、霊協島民約50名が、スパイ容疑で処刑された。北朝鮮軍の予備兵力は激戦の続く、落東攻戦線に投入されており、後輩地には、補給部隊と、わずかな警備部隊が残されているだけだった。北朝鮮軍は、ソウル、インチョン地区への国連軍の上陸作戦に、備え警備隊を配置していた。川地区では、川市に、 北朝鮮第9師団第87連隊、月尾島から本土の間の堤防に、北朝鮮第884部隊の一部、月尾島には、第226独立陸戦隊第3大隊の1個、中隊及び、第918海岸砲連隊の1個中隊の、計400名、総計約2000名が配備されていた。月尾島は要塞化が進められ、周囲の道路は、 鉄条網が張られ、地雷も埋設された。山腹には洞窟が掘作され海岸砲の砲台が築かれた。ソウルには約5000名が配備され、ソウル、インチョン地区全体で約1万名の兵力が存在した。北朝鮮海軍には小海艇部隊が存在したが、国連軍による封鎖で無力化されていた。1951年9月頃から、 沿岸防御のために機雷を敷設していた。北朝鮮空軍は残存19機で国連軍の作戦を妨害する能力はないと判定された。新川港への上陸作戦を行う前の前哨戦として新川港の前に位置する月日島、ォルミドの占領が必要であった。北朝鮮軍が展開した砲兵部隊は洞窟陣地に海岸砲を配置した。 月日島の北朝鮮軍陣地は、新川港に接近する際に通過する、トビウオ水道を完全に火星していたが、外洋から攻撃することができなかった。9月10日、護衛空母、バドエンストレート、護衛空母シシリーから出撃した F4U コルセアが、ナパーム弾を投下し、民家、倉庫の多くが消失した。翌11日、12日にも、 焼夷攻撃が反復して行われ、島は焼き払われた。9月13日午前7時、第9駆逐隊の駆逐艦6隻、従順洋艦2隻、トレド、ロチェスター、イギリス海軍軽巡洋艦2隻、ケニア、ジャマイカの軽10隻が各艦の距離630メートルの単純で、トビウオ水道に侵入し、同時に、月尾島には空爆が行われた。従順洋艦、 軽巡洋艦の4隻は、二川南方に闘病。第9駆逐隊はヘンダーソンを、嫌いの監視と処理に残し、ガークタ5隻の駆逐艦は、月尾島の西側720メートルまで接近した。第9駆逐隊は、海岸砲と1時間弱の資金弾多数を受ける、砲撃戦を行った。コレットが九発を被弾し、艦隊全体では、戦士1名。 負傷8名の人的損害が発生した。その後、巡洋艦4隻がさらなる艦砲射撃を行った。翌14日にも同様の艦砲射撃が行われたが、この際には北朝鮮側の反撃はほとんどなかった。9月15日、この日一度目の満潮時刻に合わせた午前6時30分、第1海兵士団第5海兵連隊第3、大隊は月日東北西岸、 グリーンビーチに上陸。北朝鮮兵約400名が洞窟陣地から反撃を行ったが、島は45分で確保された。本番となる、新川港への上陸は、この日2度目の満潮に合わせた午後5時30分に開始された。第一海兵連隊は、新川市南地区の干潟、ブルービーチへ上陸。第五海兵連隊は、高い岸壁がある、二川市北西部。 レッドビーチへ上陸した。上陸第3波まで反撃は行われず、日没とともに北朝鮮軍守備隊は撤退した。この成功によって、残りの第10軍団と第7不評師団が、気候、砲兵部隊とともに敵の抵抗をほとんど受けずに上陸に成功し、この日のうちに2万5000人の兵力が上陸した。深夜には、第5海兵連隊、第2大隊が、 ソウル二川を結ぶ街道まで進出した。第一海兵士団が上陸初日に被った損害は、戦死20人、負傷者174名で、二川地区で迎え撃った北朝鮮軍は500名、程度であった。最終的に、兵員6万5千名に加え、60両以上の M26 0戦車が揚陸された。15日夜、上陸作戦にこうして、楽東攻防漁船の、 第8軍でもスレッジハンマー作戦が形され、16日午前0時に発動が命令された。上陸2日目の9月16日、第5海兵連隊は金峰飛行場へ、第1海兵連隊はソウル2川の街道の制圧を開始したが、依然北朝鮮軍の反撃は散発的であった。 1> 第1海兵連隊の8両の M26 重戦車が6両の T-34 から85戦車に遭遇したものの短時間の戦闘で T-34 は撃破された上陸3日目の9月17日第5海兵連隊第2大隊が金庫飛行場を向きずのまま奪還した第7不評師団は第8軍との合流のため 警府本堂を南へ進撃した。同日、北朝鮮空軍の2機の約マイナス9が、新川郊外の上陸艦隊に攻撃を行い、従順洋艦ロチェスターと、イギリス系巡洋艦ジャマイカが損傷を受けた。9月18日には、朝鮮半島東海岸での陽動作戦を終えた、戦艦ミズーリが開港され、第7不評師団への支援砲撃を開始した。 金峰飛行場からソウルまでは、約1 3トルであり、その間には、観光が流れていた。第一海兵連隊と第五海兵連隊は二つのルートに分かれて、ソウルに向かった。第一海兵連隊は、北朝鮮軍第七十連隊や、第八十七連隊と戦闘を行いつつ、観光をとか、ソウル市内に達した。第五海兵連隊は、観光をとかした後、 ソウルの西方を目指した。ここで高知に展開する北朝鮮軍と白兵戦を行いつつも、9月25日にはソウルに達した。9月26日、テグより北に進撃した第一騎兵士団は、カラス山で第十軍団と合流した。第一海兵連隊は9月26日深夜から27日にかけて紫外戦を行い、28日には、 犠牲不死に到達。翌日、小規模な反撃が行われたのが、最後に戦闘は終結。9月29日には、ソウルの奪還はほぼ完了し、李承晩ら大韓民国の首脳もソウルに帰還した。補給部隊が貧弱であった北朝鮮軍は38度線から 300km 以上離れた釜山周辺での戦闘で大きく消耗していた。兵力の3分の2が実際は、 韓国内で強制重宝した新兵で公明への即時射殺命令で部隊が維持されている状態だった。北朝鮮軍の補給路は朝鮮半島の道路網上一度ソウルを通過する形をとっており、二川への上陸で補給路を大きく断たれることとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。